と棒をなぞって今日も見つめ合ってる。ずっと甘い言葉をくれる人、妙な駆け引きもなく、やきもちも焼かなくていい。なんて気楽なんでしょう。ゲームなんてつまらないと簡単にディスらないで、これくらいが今はちょうどいい。失恋しました、あんたし振られちゃいました。大好きだったあの人と過ごした幸せな Sweetie Love Life、 今では思い出して涙して、眼鏡だけして遅刻して、通じ合えるね。女の子はいつだって大切に思ってほしいって、よくわかってるみたい。恋愛の方程式はいつだって同じじゃない、だからきっと仕方ないよね。振られちゃった